キンプリの顔面偏差値。美容外科医が徹底解説。世界最高のアイドルグループの魅力はキンプリは、世界に挑めるイケメンだったのか美容外科医がメンバーの顔面を順位付け。例の性加害報道から、いじめ疑惑や会見時の対応、そして所属タレントの相次ぐ対処や遺跡、独立など、次々と起きる騒動から揺れがなかなか収まらない様子を映つずみる e ップ元ジャニーズ事務所。 そんな事務所から大賞を決め、元ジャニーズのトップアイドルだった滝沢秀明率いる新事務所、戸べに移籍した元キング、アンド、プリンスの平野史洋、26、神宮寺優太、26、そして遅れて移籍となった岸優太、28。3人は、ナンバー、愛として新たな道を、一方で事務所へ残留し、デビュー時の6人から2人構成となっての初の全国ツアーも成功を収めた、現キング、 アンド、プリンスの長瀬門、24。女優有村架純との事務所公認熱愛報道が話題の高橋海人、24。そして最初の脱退メンバーだった岩橋元気、27。若海外の事務所と契約し、現在は全身にタトゥーを入れるなどイメージも新たに、ソロアーティストとして活動を続けている。様々な家中に置かれた彼らだが、なんと、オリコン上半期ランキング2023の、 アーティスト別セールス部門トータルランキングで、シングルアルバム映像作品、DVD スラッシュ BD などの合算が史上最高金額の184.1億円を叩き出し、最後まで華やかな話題を提供し、まさに、キング・でプリンスという名前のごとく男性アイドル界を駆け抜けた。しかし、そんな彼らの顔面偏差値も果たしてキング・でプリンスなのかデビュー当時の彼らと現在の彼らを比較し、 彼らの顔は美容医学的に見ても、イケメンなのか。美容整形外科、高須クリニックの平野正幸医師に質問した。キング、アンド、プリンスはいかにビジュアルは最強。回答者、美容整形外科、銀座高須クリニック、平野正幸医師。正当派イケメンではなく、ファニーフェイス系の起用も多いと言われる、いわゆるジャニーズ系アイドルグループですが、キング、アンド、 プリンスはデビュー時から顔面偏差値の高さがすごいと評判でした。医師から見てイケメン度は高いでしょうか平野医師。はい。皆さんとても綺麗な、いわゆる整ったお顔です。これは医師からも間違いなしのイケメングループであったと保証します。美容整形外科医納得ののイケメン認定。かっこいいなとは思っていましたが、美容医療的にも整ったお顔とは驚きです。平野医師。 かなりの顔面エリートなので彼らの人気の理由がわかりますね。中でも平野さん、高橋さんのお顔の整いバランスは素晴らしいです。なるほど。ではイケメン順位をつけるとしたらどのような順番でしょうか平野医師、全パーツが整い、配置も抜群の平野志洋さんが圧倒的に首位で、次に高橋さん、岸さん、長瀬さん、最後は小鼻の大きさがちょっとだけ気になる神宮寺さんでしょうか 彼らはこれからもイケメン。なるほど。では今から10年後のイケメン予想ランキングを教えてください。平野医師、岸さんと平野さんは若々しさでどちらも主位でしょうか。イケメン度はかなり高い高橋さんは、そのハーフっぽい、檻の深さが不気につながるかどうかがポイントで、神宮寺さんは顔が少しお長な,なのが気になるかな。長瀬さんはお顔は心配ないけど、髪質的にちょっと頭部の寂しさが生まれるかも。 早めのケアを進めたいです。確かに髪は大事ですね。今は AGA 対策に力を入れているクリニックも多いし、もしご覧になっていたらぜひ一度チェックし、イケメンをキープしてほしいですね。では、若々しさが長続きしそうな二人はどこのポイントなのでしょうか。平野医師、岸さんは顔の寸が短く、大きさなど目立つパーツが少ないので、若々しい印象を維持しやすいと思います。 平野さんは輪郭の骨格がしっかりしていて、このタイプの肌はたるみやシワになりにくいからです。若い時って目の大きさや鼻の高さなどに目が行きがちですが、輪郭って大事なんですね。平野ノ医師、はい。顔を作る基礎構成なのでとても大事です。同じ顔でもシワやたるみが多いだけで何歳も上に見えますし、加齢現象を左右する骨格と肌は重要な要素と言えるでしょう。なるほど。ちなみにクリニックで、 男性の整形で人気の施術箇所はありますか平野石、パーツで言えば目ですね。甘くなりすぎないイメージからか、奥二重を希望する男性が多いです。奥二重、では金プリは、平野石、奥二重または幅の広すぎない二重ですね。あと特徴的なのがメンバー全員、綺麗に涙袋があるんです。これが彼らをイケメンに印象づける大きなポイントなのかも。二重という印象はありましたが、 確かにそこまでくっきりしてませんね。また涙袋は言われるまで気がつきませんでした。平野石、女性も適度な涙袋は色気や雰囲気を高める効果があり、それは男性でも言えます。ただ、これを盲信して、過剰な涙袋を作るようなことは逆効果。キンプリは程よくあるので魅力になってます。大事なのは体重管理と髪ケア。なるほど。レハ顔面的には、 ほとんど問題なしの彼らが気をつけることは何でしょうか平野石、せすぎず、太りすぎずの体重管理に、それと髪のケアですね。この二つはイケメンという事実も霞ませてしまいますから、太ったり痩せすぎたりは女性にも起きやすいので気をつけたいです。では、イケメンと若見えどどちらも主位だった平野さんの、ここがすごい、という部分を教えてください。平野石、E ライン、いわゆる鼻と顎先をつなぎ、 口が収まるかという横顔の美容的ラインですね。前から見るとかっこいいのに横から見ると残念というような男性が一般的に多い中で、彼はもう満点。まさにキングでプリンスな横顔です。まさかの満点。様々な素敵な男性アイドルグループが誕生してますが、その中でも負けないレベルでしょうか平野石。はい。正直世界で勝負できるレベルのイケメンです。不動の美しさを感じる横顔から、 目、鼻、口すべてが整い、綺麗に配置されたパーツ、欠点を上げようとじっくり見ても、そうは見つからないと思います。素晴らしい評価ですね。これは戸部遺跡後の活躍にも期待できそうです。残留メンバーの活躍もですが、皆さんそれぞれ、これからも変わらないかっこよさを見せてほしいですね。今回お話を伺ったのは、平野正幸先生、秋田大学医学部卒業、小田原市立病院勤務。 各地で形成外科医として勤務。その後、美容外科クリニック入り職を経て、令和3年より銀座高須クリニック勤務、インスタグラム。専門的知識が豊富で丁寧な説明と培われた技術で患者からの信頼も厚い。形成外科専門医、日本美容外科学会会員、日本熱傷学会会員。